今日はオープニングきちんと流れるのかしら。4、3、2、1、はい、配信スタートです。現代社会が混迷を極めんとする中、今こそ立ち上がれ商工会青年部よ。寒河江の未来に何を見るのさ。セカンドシーズン第2回目ということで、はい、先週も総知委員会がお届けいたしましたけれども、今回も総知委員会ということで、のさお伝えしていきたいというふうに思います。はい、よろしくお願いします。一体誰なんだというところで、まずは自己紹介の方からやっていきたいなというふうに思います。はい、私、総知委員会、の今回委員長を務めさせて、いただいております。顔見えないです。顔見えないです。何回か出演はしておりますけれども、うん、羽賀水道の羽賀と言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きまして、ガハクが続きまして、私が、野沢では何度も、秀逸な絵を描いて皆さんから大変笑っていただきまして、誠にいつもありがとうございます。画伯でおなじみでございます野口です。よろしくお願いします。さあ鳥、あ、そしてさあ面白い鳥をどうぞ。面白くないもんいや面白くてなくても鳥ってやだよね。鳥やだね。で今回はやるちゃんと。うん、お願い。佐賀市商工会青年部委員の阿部家と思います。よろしくお願いします。すごいですね。と思いますね。今日は画伯メイン。どうも高齢さん、どうもこんにちは。今回はメインでやらさせていただきますと思います。なんか気さくね。なんかいきなりなんか後ろガラガラ来てる。なんかすげーの来た。すごいのが。先週羽賀さんどうでしたか。久しぶりのノーサー。ノーサーね、久しぶりに見ましたけど、やっぱり絶妙な3人でしたね。そうですね、やっぱね、あの3人だからのコンビネーションね。なんか今回私しか残ってないやつやんねん。いや、これはでも今回はでも今日はね、でも来週は違いますから、うん、また誰か、また違えば、うん、誰が出るかと思いますが、すごい連発思いますそうキューキュー、やっぱ何回見ても面白いもん。思いますキュー思いますキュー違う、自分もキュー自分もだった私もってことだ。あ、お姉さんもう飲んでるんだ、いいな。皆さん飲みながら飲みながら飲みながら見てください。晩酌いいね。いいね。えちゃんは先週はどうしたか。久しぶりのノーサー。久しぶりのノーサー、なんか最初テンション低かったね。なんか噛み合ってなかったね。なんかとりあえず低いままで行こうかなと思って、ちょっと楽しくなってきちゃったんだよご飯出てきちゃったから、うん、あご飯出てきちゃったから、うち帰ったらお前また食ってたなって言われた。食いすぎって言われて、まあ、だからかみたいなね。まあ、美味しかったですからね。美味しかったね。先週のやつも。ということで、まあ、いきなりなんではございますけれども、はい、事業所紹介ということで、はい、先週も事業所は。先週は部長の事業所を紹介させていただいたんですが、そうですね、今回はなんと、なんと青年部の高一点。ああ、高一点だっけ。いや高一点、まあ高一点、高三点、高三点のうちの一点、はい、の阿部圭ちゃんの、はい、でーん、でーん、はい、ということで芝谷さんをご紹介したいなというふうに思います。お願いします。芝谷さんでは今日は何を紹介してくれますか。ですね、もうね、佐賀では祭りが始まってます。佐賀祭りっていうので、はい、14日、
5日と、うん、あと佐賀江祭りの、なんだっけ、八幡様、佐賀江八幡宮の例大祭が期日通り行われてまして、はい、で今日は前日祭ってことで、はい、やっこさんとかやぶさめの人たちとかいろいろお祭り関係の人たち、うん、する人たちが南部地区ってところを回ってたんですね、うん、で明日も明日は佐賀江の方練り歩くみたいなんですけど、うん、お祭りねなんか話つながんねなんか先週から変だよね歯切りが悪い飲んでないよね飲んでない笑ってないよねそうそうあそう亀さん佐賀江祭りそうそうそうで佐賀江の人たちが結構親しみやすいっていうのが、うん、18日の日曜日の、はい、みこしの祭典、はい、みこしの祭典ありますね、うん、ねもうすごい数のおみこしで一応東北一ってなってるんですよねそうですね、東北一、うんうん、ねいろんな各地 のおみこし大好きな人たちも集まってきてたりとか、うん、やっぱ市民はねこの日を待ってましたみたいなそうですね、今もう皆さん練習されてますからねお祭りモードですね、この1週間は夜な夜なね、夜な夜なわっしょいわっしょい言ったりせいやせいやみたいな、うん、で、それで活躍しますのが、はい、ででんポシェットですおー荷物がね、すごい増えるんですよね、やっぱりお祭りの時って、お祭りしてる人とかしてる人とかが荷物持つのってほらカバン持つのとか、うん、ちょっと不自由じゃないですかやっぱり、うん、重いと、はい、こういう時にこの肩からかけられるポシェットが気軽に持ち歩けるとこの中には、まあ、財布とかお金、うんうん、小銭とかあとなんだろうね携帯今だったら、うんうんうん、携帯とかあと男の人、まあ、大人の人だったらタバコとか、うんうん入れたりするのによく使うみたい使うです使います使うです使うです今日もいい感じだねケイちゃん肩から下げるそう肩から下げるいい繰り返し担いでる時に肩からじゃあこれちょっとハンディでちょっと見てみましょうか、ねはい、ハンディの方よろしくお願いしますこんな感じですこんな感じですって言っても、ね、開けられないからねちょっとこれ商品なんでねお品物ですのでね映ってますかねすごい綺麗なんでしょうこれ模様がね一応今日これ持ってきたやつ2種類2種類っていうかこんな感じなんですけど、うん、全然男の人が持っても全然恥ずかしくないみたいな竜とか書いてあるやつとか、うん、そういう柄もありますいろいろ選べるのでぜひ お店へ来てくださいこの子がいますお店へ来てくださいで続きましては、はいこのこれ、巾着ですね、うん、これあるんですけどこれを帯反転帯の、うんうんここに引っ掛けて、下げて、うん、ぶら下げて、持ち歩くものになります。これね、この端っこの方にファスナーついてるんで、前だとね、こういちいちこう開けて、あこうもぞもぞしながらしなきゃいけなかったんですけど、ねうん、これだともう最近のはもうほとんどここにファスナーついてるんで、ここからもうスッと取り出せると。ちょっと便利だね。うん、こっちの方が結構粋で、うん、慣れてる方はこっちの方が多いような気がする。こちらはどっちかというと女性向きな感じですか、まあ、柄は一応色的には女性向きかもしれないんですけど、うん、結構男の人が赤いやつ持ったりとかするのが多いです、うん、でいろいろこれも柄あって、うん、今日持ってきたのは江戸一っていうお祭りで有名なメーカーさんなんですけどブランドですねブランドお祭りブランドお祭りブランドです江戸一中屋とかいろいろあるんですけど、うん、今日は江戸一柄一応2種類持ってきました、うん、もっとシンプルなやつもあります無地のやつもあるので、うん、で一応先にポシェットが、うん、ちっちゃいやつが1050円、はい、で大きい方が1680円という感じです、はいはい、でこっちの方が1680円1つですね、はい、でまあどこで買っても同じぐらいの値段なのでこのところではい、こんな感じでまず、はい、でちょっとうちの方で売り出していきたいのが、うん、はい、
ですね、まあ、ちょっとこれは高いんだけどね、これは高いんだけど、これ去年も紹介しました、私去年も紹介したんですけど、はい、あの寒河江の企業さん、あの繊維屋さん、あのところであの作って、でうちの方、うちの店頭で売ってるものなんですけど、寒河江にちなんで、万字、逆万字でしたっけ、あれ三つどもえ、あ、ごめん、三つどもえ、万字って違うよね、左三つどもえとのやつに、やぶさめの刺繍が入ってるやつ、これ一応店に飾ってあるやつです。ね、あのここの何時で笑わないでこかすってるけどねかすってる。ほらジョニーさんから言われてる、ケイさん今日調子悪い今日だけじゃないね、ですね、ここの刺繍の方も変えれるんです。これもちゃんと刺繍になってるんで、これあの生地の方も変えられるんですけど、うん、今日のやつは、西陣織の生地になります。でそれにこの刺繍なんですけど、刺繍要相談で、デザイン持ってきていただければ1週間ぐらいでできるんじゃないかな確か。でこれが一番高いやつなんです。ちょっとゼロ多いんですよ、さっきの16,800円。おお、はい、大体オリジナルで作っていただくとそれぐらいのお値段にはなるんですか。そうですね、はい、あの結構なんだかいろんなところに持っていけるので、うん、お祭りじゃなくても持ち歩けるように。オリジナルということは世界に一つだけの、世界に一つだけのものでございます。何にも思い浮かばなかった。生地から、これ生地はね、あの生地からっていうか生地は選ぶことができるので、これ中の方の中の生地の方も選べます。いろいろそこら辺も要相談で、中の生地も違うんだ、はい、ここをすごい派手な柄にもできますんで、お店の方にいらっしゃってください。もうオーダーメイドはね、オーダーメイドで、でこれをちょっと手頃な感じにしたのが、こちらです。こちらですね、ちょっとこっちロングポシェットになります。ロングポシェット、これが本当にさっきの手軽バージョンです、うん、でここに紐をつけてもらって下げるという、うん、でこちらの方西陣織がちょっと高いんですが6,300円、でこっちの無地の方があるんです、このシンプルの方が、これが5460円という感じになります。で、あのさっき刺繍自由にできるって言ったんですけど、こういう風に紫とかいろいろ色も変えれますんで、はい、で手頃な大きさがこっちのちっちゃい普通のポシェットになります。でこれが5460円、で、まあ、言っていただければいろいろ相談、要相談でこちらの方は、はい、あといろんなグッズありますので、じゃあすいません、メインに戻していただいてよろしいですか。いろんなグッズありますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。使い方としてはさっきのポシェットと同じような。そうです、一緒です、一緒です。あのよく売れるのがこっちの方なんですよ。可愛いですよね、うん、まあ、右三つどもえじゃなくて左三つどもえです。左、お祭り期間限定ですかっていうご質問来てますけど、一応あのこちらの方はさっき何だっけ、このオーダーメイドっていうかこっちの方は、うん、あのお祭り期間中だけですね基本的には、うん、あとこういうポシェットとか巾着とかはあのいつでも店に置いてあるようにしてますので、ぜひぜひいらっしゃってください。よろしくお願いします。お祭りはね、あの今の時期だけじゃなくて、あのお正月とか、そうですね、冬の時期もあるところもあるので、他のところに行く方もいらっしゃいますからね、はい、それ用にお使いいただければと、うん、で結構あの県内遠いところから来てくださるお客様もいるんですよ。結構品揃えがいいらしくて、なのでぜひちょっと遠いところでもいらっしゃってみてください。はい、ということで、ポシェットと、ポシェットと巾着の巾着、はい、ご紹介でした。ありがとうございます。ありがとうございました。
お、206さんも家出してくださいましたね。こんばんは。世界に一つだけの万事って感じです。すごい。次いきます。あ、次じゃあ、なんかね、まあ、お祭りで、みんな担ぎ手さんがこう、なんか下げてるような感じのやつで、うん、皆さんなんかやってらっしゃるというようなイメージが、そうですね、ありますけどね。結構おしゃれですよね、やってるとね。まあ、普通に、野口くんもベルトに仕事までですか。仕事まで。あれ、お買い上げ。あ、ございます。2000でいいよ。2000でいいよって、いくらのオーダー。1680円。なんと2000円で。ありがとうございます。安い。たまに前を通過してるんですよ、さすがの。そこら辺はご愛嬌ということで、ちょっとさっきからね、人数増えてましたね。かなりね、かなり増えてますけど、実は、次の飲食店のマスターの奥様がいらしていただきまして、はい、かなりざわついてきてマスターの奥さんがちょっといい格好してるんですよ。またいい格好してますね。いいすということで、もう早速行っちゃいますか。そうですね。はい、じゃあ2軒目の飲食店さん、はい、飲食店の紹介ということで、陣屋六兵衛さん。ちょっと今テロップちょっとお待ちください、ね。そこにあると思います。あると思います。と思います。正式な使い方だ。そうですね。ありがとうございます。こちらですね。よっ、2軒目では陣屋六兵衛さんのご紹介に行きたいと思います。はい、私大好きな場所です。じゃあ、すみません、こちらの方で、はい、よろしくお願いします。お邪魔します。綺麗、ありがとうございます。伊豆も綺麗ですね。ありがとうございます。こんばんは。今日はこんばんは。よろしくお願いいたします。こんばんは。実は今日は丈太郎くんの方にお願い、実は前々からしておりまして、はい、で前回出ていただいた時は丈、太郎くんが出ていただいたんですけれども、今日は奥様が出ていただけるということで、はい、私も実は楽しみにしてよろしくお願いします。素晴らしい格好で来ていただきまして、で、まあ、前回3品ご紹介いただいたんですけれども、今回は厚焼き、はい、厚焼きベーコン、はい、と、はい、塩芋煮ということで。塩芋煮って珍しいですね。そうなんですよね。で、すごいね、さっきからすっごいいい匂いしてるんだよ。腹減ってきた。ちょっと高級感溢れてるんだよね。どっちからいきますか。じゃあ、厚焼きベーコンの方からよろしいですか。はい、はい、厚焼きベーコンからいただきましょうか。はい、ハンディに切り替えていただいてよろしいですか。本当にごめんなさい。はい、見てよ、これすごくジューシーです。すげえうまそう。なんか、これ食べていい？もう食べ。お箸ください。ようこさんからこれどういった感じの商品の説明の方。はい、ベーコンのブロック。ブロック大きな塊ですね、はい、それを、1センチ弱ぐらいの厚さに切って、食べやすい大きさにして噛み応えがあるような。召し上がってみてください。じゃあ早速いただきましょうか。皆さん食べ物になるとやっぱ反応すごいですね。すげえね。浜脇さん、今日はお酒はないのかな。あ、そうだね。あ、ないんですね。あ、じゃあ、
ビールあるの？ビールあるの？ビールあるの？あ、冷蔵庫。あ、つまみにちょうどいい。まずはかいわれ大根からです。スケちゃん。うん、かいわれ大根。かいわれ大根？かいわれ大根のみで。のみで。のみベーコン風味。ベーコン、ベーコン風味のかいわれ大根。え、ちょっと待って、風味を風味はするはず。思いっきりかいわれですよ。かいわれだね。うん、めっちゃかいわれ。でもとりあえず食べてよ。間違いないかも。今週のもぐもぐのさ、開始。いただきまーす。うん、うまっ、うん、やっぱこれ間違いないでしょ。うん、あっ、作り合いだけあって、もうベーコンみたいだ。うまい。いや、外はカリカリ、中はジューシーですね。うん、飲んだ。はい、あ、ありがとうございます。飲んだ。飲ん、あ、ありがとうございます。飲んじゃない、私飲んで。飲んでいきますか。飲んでいく。はい。ノンアルコール。ノンアルコールで。あ、そういえば、あの、小さいの治りましたかね。今から大きい声で学びをします。あやや風でだね。あやや風で。誰が？めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。あれ。ちょっと。あまりさんの無茶ぶりがひどいですね。じゃあ、野口くんにもあげてあげる。いただいて、あ、ありがとう。いただいちゃった。うわぁぁ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 ぁ、恋じゃない。恋じゃない。振りやがったな。あぁぁ、これ野口くんね。あ、はい。雑だな、おい。ちょっと待って。のこさんも、行っちゃいますか。のこさん飲む？仕事中なので。あ、飲んでいっちゃいます？じゃあ、仕事中ですか。仕事中なので。脳は飲まない主義なので脳は飲まない主義なので。じゃあ、前を失礼させていただいてわなびゅーいっちゃいますか。はい、どうぞ。はい、じゃあ、お二人わなびゅーからどうぞ。はい、じゃあわなびゅー、はい、飲みつくわなびゅー、お疲れです。はい、すいません、飲めないのに脇で申し訳ないです。あー、うめ、飲んだのにうまい。タカさんもぜひどうぞ。あ、ベーコン。じゃあぜひぜひ。私もいただこうかな。いただきます。これ一緒に行った方がいいのかな。美味しいかもしれないですね。なんかさっぱりするんですよ、なんか。お口直しでも、お口直し？よいしょ。なかなかね、これぐらい熱いベーコンないね。ないですね。いただきます。いただきます。まずもう一個いただきます。うん、うまい。やっぱ貝割りとベーコン絶妙だね。ベーコン、ベーコン、ベーコンでもいいじゃろ。ベーコン、ベーコン、すごい肉汁が溢れてきて、うまい。やばいやばい、あと喋んない。絶対ビールに合うわこれ。うまっ。うまいね。うベーコンでもいいじゃん。結構俺よく頼む、高いんですよ。美味しいですもんね。ギャロっていいじゃん。結構出ますね、あのリピーターが。リピーターが。ベーコン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 。ありがとうベーコン。そうだね、絶妙だね、グチョップ。うまい。やっぱこれぐらい熱いのなかなかね。うん。お家では食べれないでしょ。ないですね。もったいなくこれぐらい。もったいなくて、うちでは出てきませんもん。とりあえず買ってくるやつ薄いもん。薄いね。スライス。スライス。スライスね。いいよね、こういうのね。ベーコンのブロックっていうとどれぐらいの、結構大きい。1キロとか2キロとかで。大きさ的には。そんなもんですかね。1キロぐらいだと。ベーコンステーキとかね。いいですね。なんかこの、こま切れ、こま切れ、こま切れ、はい、こま切れ、このぐらいの大きさにしてあるからちょこっとね、つまむのにいいんですよね。独自サイズにして。そうそうそう。で、結構こういう鉄板、あっ、鉄板鉄板のやつ結構多いですよね、六兵衛さんって。あ、そうかもしれないですね、うん、
去年出していただいた生菜ステーキも、うん、あれも美味しかったですもんね。あれはね、ご飯頼むべきだね。こっちにも合うのでね。みんな真似して家で作ろうとするんだけどさ、ちょっと違うんだよね。あれってなるんだよ、ね。なかなかできないですよね、ああいう感じ。ちょっと魔法の味付けが。なんかさ、あそこでなんか変なのしてる人いるんだよね。すっげえジロジロ見ながら回転してるんだけどさ。気になるかも。ちょっとあれ、なんかあれじゃない、なんかイライラするイライラするケイ、イライラする私、イライラする。あ、この人イライラする。私と同じみたいな格好してる人いるんだけどさ、あれ、まあ、なんか顔色が、顔色が徐々に出していってあげるから、みんなにも。さてと続きまして、じゃあ厚焼きベーコン、はい、おいくらで、おいくらで売れたの？そうですね、490円になります。はい、厚焼きベーコン490円でございます。はい、で続きまして、そのね、私それがすごい気になるの。気になりますね。すごい気になるの。ほら、誰か持ってきてエディさん、エディ扱いが雑だな、俺。あらららら、熱いので、もう熱々で、はい、うわ、すごい、皆さん、すごい鍋が来ました。じゃあ、ハンディお願いしていいですか。ハンディ、ハンディいきますか。はい、大きいお鍋がドドンと来ました。サイズ比較、これとりあえず大きいです。これ何人前ですか。これで大体5人前ぐらいですね。で、これが、はい、塩味の芋煮、ね、塩味の芋煮、ね、はい、じゃあ開けまーす。じゃじゃーん、じゃじゃーん、おー、湯気伝わんないかな。すごいね、塩味の芋煮って珍しいですよね。大体、うん、醤油か、地域によっては味噌かですもんね。そうですよね。山形の芋煮ですね。はい、山形の秋といえば、陣屋ではずっと塩煮で、塩味で、嫁いできてからずっと塩味の。そうです、嫁ぐ前からなんですね。この間嫁いだばっかりですけど、え、うん、そうですねですけど、ずっと塩煮で はい、あれ編集点みほら、みんなほら住んでますね。でもすごい住んでるんですよ。具材もシンプルで、うん、里芋とこんにゃくと牛肉とおネギだけですね。里芋、こんにゃく、牛肉ですね。あ、これ牛肉なんですか。牛肉です。へー、これちょっと、じゃあ盛ろう、みんな分、はい、結構六兵衛さんって塩系好きですよね。好きっていうか、得意なんですか。あ、多いかもしれない。それがもうやっぱり六兵衛の味なんです。六兵衛の味なんでしょうね。これでも、まあ、山形は普通味噌とか醤油が基本ですけど、うん、なんか私が聞いた話によると、京都の方はこんな感じだなんていう話を聞いた時があるんですけど、京都、一番なんだろう、具材の味が一番引き出せる味付けになりますね。はい、はい、ちなみにこちら質問来てますけれども、5人前でお値段の方はおいくらになるんでしょうか。だいたい1人前450円ぐらいで、450円、はい、ただし予約がいるということで、はい、常にお店にはないないので、事前予約が必要になって、はい、で1人の450円。そうですね。何人前からっていうのはあるんですか。5人前、あの予約さえいただければ、何人前からでも、はい、はい、勉強してますね、進化してるのさって。450円、お手頃って言ってますね。浜崎さん、嫁いだばっかりあ、これ鍋で来るんですか。大体はあのお椀で、お椀で1人前ずつ、はいはいはい、出ししてますが、
今日は持ってきてもらうのにこれで。そうですね、はい、ありがとうございます。雰囲気出ますね。すいません、ハンディから戻してください。本編に、はい、じゃあ食べていいかな。どうぞ。じゃあ早速、早速、うん、ちょっと塩芋煮ということで。はい。あ、違う、全然違う。なんか出汁効いてますよね。これ何出汁？初体験だ。内緒ですね。内緒ですよね。企業秘密で。はい。これはやっぱり美味しい。いただきまーす。私今年初の芋煮だ。あ、俺もだ、そういえば。うん、遅くないですか？うちで遅くないですか？遅いね。作ってくれないんですよ。うん、でこの間あれですよね、山形で芋煮大会ありましたからね。うまい。そうですね、5月の6日に山形の大芋煮大会フェスティバル、うん、うわ、里芋も柔らかい。すごい里芋、なんか歯で砕けな、砕かなくて、歯で噛まなくてもすぐ溶ける。あ、壊れた。美味しい。ありがとうございます。本当シンプルでいいですね、はい、素材の味が、うん、うん、ああ、おいらも今まだなんかね、すげえふざけてるのがこの際に。志賀さんも芋にまだってますね。あれ、志賀さんって、志賀さんは仙台、うん、いつも蔵王から覗いてる。そう、蔵王の方から芋煮をちらっと見るんですよね。仙台の芋煮はどういう味噌味じゃない？味噌味か、うん、庄内の方とかあちらに似てるっていうような聞いたことありますけど、庄内は豚で味噌味、うん、豚汁だよね。豚汁。それ言っちゃいます。内部で言うか、芋が入ってるから、里芋が入ってるから芋煮ですよ。うん、画伯が見切れてます。あ、すいません、あの、いいんです。いいんです、いいんです。秋田も岩手も宮城も豚汁、豚汁豚汁は違う、違うの。芋煮と豚汁はまた違うの。高年さんからも言われちゃいました。羽賀さん、それは言っちゃダメみたいな。いや、でも美味しいね。ありがとうございます。美味しい。だからこんにゃくまでちゃんと染み込んでますね、うん、あれでちぎって、うん、やっぱちぎった方がいいんですよね。凸凹、うん、ま、ね、ができた方が、うん、そうそう、染み込みがいいので。あ、なんか全体これすごい、あの、この間なんか、なんだっけかな、パイオニアのトレーナーさんでしたっけ、小学校のなんかで講演会で言ってたんですけど、芋煮ってすごい、あの、食材らしいんだね。子供にとってこう体力をつけるとか、そういう面では芋煮とイナゴと、やっぱカルシウム、カルシウムというかタンパク質、米、うんうん、をすごい山形っていうのは高校らしいんだね、食物も。やっぱ粘り気あるやつっていいんですかね。なんかいろいろいいやつありますよね。あ、そうだね、ネバネバ系、ネバネバ系が、うん、なんかちょくちょく止まるっていう話で、ちょくちょく止まってるんですか。止まるし、倒れるし、倒れるし。大志くん、これちょっと直してもらって。僕もこれ、これいや、止まりますか、ね、これいらない。今ね、1、2秒止まる時があるんですけど、皆さんどうなんですかね。音声音質を上げたのでラグが発生するかもと。スムーズなところとスムーズじゃないところも、ね、似てる機械によって違うのかな。機械によって違うのかな。じゃあ音質下げてもらって、少し画像がちゃんと止まらないようにしてもらった方がいいんですかね、うん、そうですね、はい、Facebook から見てる分にはいい感じです。うーん、どうなんだろう、こちらではちょっと確認がいまいちできませんね。うん、松川くんに次回まで対処していただくということで、うん、美味しかった。完食ですね。ごちそうさまでーす。これすごいいける。うん、なんか初めての体験。うん、なんかもうざわざわしてる。いや
やでも楽しいね。美味しいですね。塩の芋煮という新境地を開きたい。ぜひ予約していらっしゃってください。ぜひお待ちしてます。家でも作ってみてもいいかもしれませんね。サムライの中でこう他に出してらっしゃるところは、まあ、ないはずですね。ですよね、うん、普通は醤油です。今この辺は醤油ん普通は醤油ですからね、どこの家庭もね、はい。美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでご紹介していただいたのがまず一つ目が、まず一つ目が厚切りベーコン490円の塩芋煮ですね。予約で450円ですでしたね。皆様六兵衛さんに行った時は予約して行ってください、はい、よろしくお願いします。であと場所たまに分かんないしてるんですよね。本店の方に行っちゃったりするので、阿佐ヶ谷駅の方からまっすぐだとんもっと分かりやすい道の方がいい。分かりやすい足湯駅前の足湯があるので、うん、そこの方から曲がってもらって、ね、そういった看板出てますもんね。ジョイナスイレブンとジュニア六兵衛っていう看板がありますので、はい、赤い建物が目印です。そうです、もう赤い和風の建物が目印なのでぜひ、あの個室もありますね。そうですね、下の方じゃなくて個室になってます、うんうん、入ってすぐカウンターで奥の方に、個室が1階に5つ、はい。で、あと2階の方が座敷、座敷ですね。仕切ると3部屋つなげると1部屋、うん、いかようにでも、いかようにでも、はい、何名ぐらいまで最大30名。30名2階の方は、あ、そっか、はい。で、1階 の、 あのカラオケできるとこあるじゃないですか、はい、ダーツとかも置いてるんですけど、はい、あそこは何名入る50から60。おもうよくね、あの青年部の方でもそうですね、大変お世話になっております。夜遅く伺って申し訳ないと思いますけど ね、 あの時間ね、あの12時まででしたよね。そうですね、確かね、はい、とりあえずラストオーダーとかは大体11時半とかぐらいには、はい、時間の方も気をつけていらっしゃってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ジュニア6兵衛ヨッコさんでした。ありがとうございました。それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。また後ほど、はい、よろしくお願いします。どうも。じゃあこれ後ほど一度すくいます。はい、はい、すいません。じゃあはい、そうです。はい、あ、のみのすけさんもいらっしゃってますね。どうも、お世話様です。どうもね、わしこし、わし米諦め、コメントすると止まったりとかするのかな、もしかしたら。どうなんですかね。いや、美味しかった。塩芋煮美味しかったですね。よかった。なかなかないかもね。今度予約してちょっと行ってみようかな。ですね、ぜひとも行ってみたいと思います。では次の事業所の方行ってみたいと思います。美人登場します。美人登場、私日曜日のブログで予告した美人さん登場でございます。会社の方はいですか。今から出す。あ、これちょっとじゃすいません。はい、大丈夫、美人だから。すごい励まされてるね。励まされてる。困るわ、ここの人たちはもう。はい、では。3人中2人が言葉を操れてない。致命的に。危ういよね。いやいやいや、大丈夫、これが。これから大丈夫なんでしょうか。手探りの。はい、じゃ続きまして。はい、スイーツですね。スイーツです。スイーツということで有限会社中島屋さんということで、お願いしております。じゃあちょっと美人に登場していただきましょうか。そうですね、よろしくお願いします。皆さんびっくりしないでください。かっこいい、かっこいい、かっこいい。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうね、あのみんなね、もう目いっちゃうよね。私も目いってたもん、だってやっとこのスタジオに女性が来ましたねって感じ。なんか刺されたよ。いやいやいや、陽子さんと今日は女性と、そうですね、女性が2人も来てくれました、今日は。そうです。あ、こんなところにフォークが。何を刺すんですかね、それで。何を刺すのかな、ね、何を刺されたいのかな。じゃあすいません。それではということで、商品の情報は実は野口くんが持っておりますので、はい、野口くんから。あ、そうですね。ちょっと、はい。で、あ、はい、自己紹介から。自己紹介の方からまず、はい、ではよろしくお願いします。言った方がいい。はい。あ、はい、中島屋菓子店です。よろしくお願いします。中島屋さんです。お、すごい、もう情報が何も言ってないのに。すごい早っ。ありがとうございます。ありがとうございます。その調子で。中島屋さんは、鯖江市の南町にあるお菓子屋さんということで、はい、創業は何年？明治37年ですね。明治、はい、おお、かなり明治ってこと。今100年以上前、老舗ですね。老舗です、すごいですね。100年以上前からケーキとか、はい、あ、ケーキじゃないですか、その時は。100年前のケーキ、和菓子ですね。100年前のケーキ、見てみたいですね。いいな、いいな。和菓子。え、じゃあ、何代目になるんですか？あの、今の父の代が4代目で、私がもし継げば5代目になります。おー、はい、あの兄弟で作ってますよね。はい、姉が和菓子をしていて、うん、私が洋菓子をしてます。いいね、この分けるのがいいよね。兄弟でやっててすごいですね。すごいですね。じゃあ和菓子とか洋菓子とかって作るときとかって厨房っていうかキッチン別？あ、ちょっと分けられてるんだけど、うん、ちょっと一緒の場所で基本は一緒なの。はい。じゃあ、はい、朝からお姉ちゃんと2人、はい、2人、お父さんも。そうですね、家族みんなでやってる感じです。で、美人さん来たということで、今のさん大興奮しております。興奮しちゃいますね。興奮しておりますね。生で見たいならお店へどうぞ。あ、ひろさん、どうも、お世話様です。お世話様です。では早速、はい、商品のご紹介の方。商品のご紹介を、はい、まずは、おまんじゅうの方からですかね。はい、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 じゃあハンディお願いします。はい、でこちら商品のお名前は何ていうんですか。こちらが中島屋まんじゅうになります。はい、うちのお店の中では一番昔から作っている商品なんです。うーん、私ね、まんじゅう大好きなんで。 ありがとうございます。こういうまんじゅう超大好き。沖縄産の黒糖を使った黒糖まんじゅうです。黒糖まんじゅう、はい、で中のあんはこしあんで、うん、北海道産の味を使ってますので、あ、どうぞ召し上がってください。 ありがとうございます。じゃあまんじゅう大好きけいちゃん、まんじゅう大好き、ちょっと待って、いい、じゃあすいません、ちょっといただきます。これね、私いつもこれ食べるときすっごいいつも思うんだけど、このフィルムでたまにこう上の皮剥がれたりするじゃん。それが剥がれないように綺麗に取るのが私の得意技なんだけど、剥がれた。言ってるそうだから。でも綺麗じゃない？綺麗じゃない？綺麗綺麗。じゃあちょっと割れ目を。割れ目。割れ目。割れ目。うざい。はーい、こちらです。黒糖。沖縄の黒糖。はい。ぎっしり詰まってますね、中。こちらです。じゃあちょっと私の一口に合うようにこうちっちゃくね。はい。こしあんね。甘い。あ、でもそんなに甘すぎないね。
ちょうどいい感じの、はい、ちょっと控えめな感じで、うん、はい、これ私絶対何個も食べる。このマンゴー美味しいっけ。食べた時にあんのかな。ありがとうございます。じゃあ食べる、食べる、食べます、食べる食べる。初ミングさん、あ、このまんじゅう美味しい、あ、食べたことあるんですね、うん、いただきます。ってことは、サガレの方ですか。分かったんですかね。あ、サガレの方なのかな、うん、うん、いかがですか。素晴らしい、あんこが、あんこが、ありがとうございます。うん、はい、これ一つ8。お店のもう名前がついてるんで、やっぱり、はい、もう看板背負ってますよ看板背負ってますね。看板背負ってる感じで美味しいです。1個84円、お安いですね。はい、はい、これ一つ84円。これ箱売りとかしないんですか。あ、箱も、はい、お土産用とか、うん、何個入り、もう何個でも、はい、何個でも詰めますので、うん、何個でも詰めてくれるそうです断面をもう一度ちょっと見せて、断面をもう一度食べちゃったよじゃあもう一回ほら綺麗にね、剥かないとね、はい、もう一回綺麗に剥いてリベンジ、で、剥く、お、リベンジ成功じゃねえリベンジ超綺麗だし、こちらですね、ぎっしり詰まっております。黒糖でコシアンと北海道産の小豆を使用したコシアンと、はい、はい、黒糖の部分ってこの茶色いとこ、はい、生地に黒糖がですよね、はい、これ食べていいの、どうぞ生地中にあんこですね、あんこが北海道、お疲れ様ですか喋れないぐらい頬張るかい本当好きなんだね、うん、これ私のね、あ、はい、どうぞで、次、結構多いんですよね、今日紹介するやつ、はい、ね、続きまして、はい、続きまして、いきましょうか、続きまして、ジョウナマ、はい、珍しいですね、やっぱり和菓子、うん、やっぱ老舗だけあって、やっぱここら辺が、これはそうするとお姉さんが作ってらっしゃると、うちはあのおじいちゃんですね、あ、はい、野口くん、はい、見ますか、うん、じゃあ商品のどれか紹介、こちらまず手前のは丸いの、はい、こちらは何ていうお名前ですか。こちら秋草ですね、秋草、秋草、はい、周りが練り切りで、はい、中はこしあんになってます。これ、あ、え、これ秋草、あ、もみじ来たよこれ。でも、もみじっぽいから大丈夫だ。もみじっぽいから大丈夫だ。大丈夫だ。秋草。秋草ですね。秋草でいいんだ。はい、じゃあ一番左側、左のこちらは、こっちが初秋ですね。初秋。初秋。初めての秋と書いて初秋ですね。はい。これがあの周りが羊羹で中が粒あんになってます。うん、あ、これ羊羹なんだ。はい、これが羊羹？あ、そうだそうだ、ね。羊羹。はい。で、こっちの方が。はい、これが色づきですね。色づき、はい、これは練り切りで中がこしあんです。この上に乗ってるあの雫は何なんですか。これはちょっとわからない、おじいちゃんのおじいちゃんのいくらっぽいよね、はい、いくらっぽいいくらかもしれない生物が乗ってるんですか。これね、やっぱお茶会とかで、はい、やっぱり緑茶で、はい、お茶の先生とかがよく使ってくださいます。コーヒーといえばやっぱお茶ですよね、うんうん、あ、コーヒーも合うと思うよ、うん、あんこって結構コーヒーと相性いいじゃん。あ、そうなんだ、うん、へー、さっきのまんじゅうコーヒーと飲むとすごく美味しい。へー、どっちかというとなんか緑茶っていう感じがするからね、イメージがどうしても、うん、やっぱね、こう回してね、回してね、お茶会でです。これだったらじゃあこれは野口くんに、あ、はい、ありがとうございます。野口くんはどれが食べてみたい、で疲れたでしょう。
早く食べな。野口君は食べてみたいんですか。じゃあ、アキックさん、これ一番手前のこちら、あ、ありがとうございます。いただきます。あ、え、どれ食べんの。そういえばアンケート、皆さんどれが食べてみたいですか。食べてみたいんですか。いや、逆にこうアンケート、これ皆さん、みんなに、あ、ツイート上でアンケート、あ、皆さんです。じゃあ、俺どれ食べたらいいって言うと、どれどれがいいですか。全部でお願いします。結局そうなるんですよね。あ、じゃね、あれ全部でお願いします。全部一気にってことじゃないの。味わかんなくなっちゃうじゃない、そんなことしたら。せっかく持ってきてもらったのにね。じゃあ、じゃあ、アキクサを。アキクサから、はい、いただきます。お、すごい、スッと。切り口、切り口、切り口、いかがですか。おー俺も全部で、全部で、真ん中の美女、真ん中の美女無茶ぶりがひどい、ね、全部で、全部でじゃあちょっといただいてみたいと思います。いただきます。上品だね、食べ方が。うん、美味しい。そんなに甘すぎず、ちょうどいい甘さですね。これだと1個丸ごと食べても、2個目もちょっといってみたいなと思うぐらい食べれますね。美味しい。あんまりこう、上生って食べないので、なかなかね、食べる機会は、ね、機会がないので、不思議な感じですけど。練り切りっていうのはこれどういうのを作ってるか、全部原料っていうか、それ何ですか。練り切りはあの白あんなんですけど、そのお饅頭とかに入れる白あんよりも固めに練って、ちょっとあの形作れるように。それに色をつけてこういう形にしてるんですか。はい、そうなんだ。へー、おいしい。もうちょっといただこう。美女ごくあ、食べて。十ペンシャイクのものまねを。あ、もう食べて。十ペンシャイクってそこだけよく拾うな拾わんでいいよ、それは。うん、おいしい。ガヤがひどいガヤがすげえそっくり、すげえそっくりなんだ、あれ。クオリティ、クオリティ、クオリティちょっとこっちですよ。あ、ごめんはい、おいしい。え、じゃあ、じゃあ、羽賀さん、羽賀さんも、はい、どれいただきますか。じゃあ、イクラを。イクラ、イクラ、イクラ、イクラを。じゃあ、そっちに持ってきますよ。いくらじゃないと思うけど、これじゃいいですか、野口くんのそのまま使わせていただいて。どうぞどうぞ。この葉っぱ、どういうふうにいったらいいの。このいくらを切っちゃいますか。じゃあ入れちゃう。お、柔らかい。あ、いくら揃って。切り口を。綺麗ですね、切り口も。綺麗ですね。じゃあいきます。はい。そんなにやっぱ甘くないね、うん、美味しいです。イクラじゃないですね。イクラの味はしませんか。しません、しません。イクラじゃない、イクラじゃない、イクラじゃない。じゃあペイちゃん、はーい、どうですか。お、はい、皆さんやっぱ恒例を見るとやっぱお抹茶で食べたいですね。抹茶ジュルジュルいける。206さん、ごめんなさい、10ペンシャイクはカレーにスルーさせてください。勘弁してください。じゃあこれ、これが色じゃなくて、これ羊羹でした。はい、初秋です。初秋、初秋。じゃあ、あれ初秋って羊羹でしたよね、上、はい、周りが羊羹で、私羊羹超大好きです、はい、中が粒あんです。おっ、見て見て見て、あ、ほらほら、うまそう。あ、中に何か入ってる。白あんと粒あん、うん、ですね。で、入ってますね。白あんなんだ。白あんですね。じゃあいただきます。うん、これこれお茶進むね。うん、お茶進む。お茶進むってビール飲むんだ。お茶じゃない、ね、お茶じゃないよ。お茶欲しいね、でもね。お茶欲しいね。お茶飲みたくなりますね。美味しい。緑ってなった緑つながり。これ、こういう色って、
緑はどうやってつけるんでしょうね。よもぎとか。そうですね、自然のもので。自然のもので、はい、あの着色料とかではないと。はい。じゃあもうね、あと1、2、3、4つ。そうですね。はい。続きましては。続きましてですね。すみません。今視聴者数なんと35人ということで。お、美女来たか。美女登場で。ね、これ。視聴者数上がった感じですね。じゃあちょっとここからすいません、急ピッチで行きます。行きます。任せていただきます。こちらスイートポテト。はい。一つ126円になります。秋限定ですか、こちらは。はい。いつから出るんですかね。売ってるんですけど、うん、今年のさつまいもが出たくらいの時から。あ、はい、じゃあ、さつまいもを入れたり、はい、見てください、かわいい、ちょうどいいサイズが、いいですね、さつまいもの形のように、うん、35人って最高記録って来てます、最高記録ですだっけ、最高記録かもしれないですね、最高記録です、今まで一番見ていただいてるんですよ、いや毎回ね、ありがとうございます、やっぱ美人、美人が来るとやっぱ違うね、え、どっちが？分かった、それやそれはもちろん、それはもちろん。あ、いいです。あの、これで。入れまーす。それはもちろん。けいちゃんの力ですよ。けいちゃんの力ですよ。うまい。うまい。あの、ポテトの味がする。ポテトの味がする。ポテトはジャガイモだぞ。ポテトの味がする。あれだよ、すごい。いや、MC、何か言った？2人がいないから視聴者数が上がるの。そんなことあるんですか？やっぱフォークだな、これ。フォークの方が。はい、いいな、美味しそう。すごいね。さつまいも。さつまいも、はい、さつまいも、はい、で、中にはバターと、うん、生クリーム、うん、砂糖と、あと卵黄とか入ってます、うん、これ温めると美味しい、美味しい、あー、なるほどね、私いつもスイートポテトもらったりとかするから、うん、その時はお家帰ってチンして、うん、あの出来たてみたいにして美味しい、美味しい、うん、温めて、そう、温めると美味しいよ、また今度やってみよう。ぜひ。もう冷たくして食べてるからね、うん、基本。では最後にケーキの方、ちょっと慌ただしくなりますが、はい、パンディ戻していただいてよろしいですか。いや、あ、これ全体的に。ケーキ冷蔵庫？ケーキ冷蔵庫。あ、冷蔵庫ですね。はい。気をつけて。すごい。スイートポテト、そのさつまいもが出た時期というか、だいたい9月の頭とか、はい、最近ですね、始まったばっかり、はい、で、終わりぐらいは冬、終わりは冬ですね、さつまいもは終わりぐらいまでずっと、季節の商品で、ね、うん、あ、そうすると、ね、常にはないっていう秋の、あ、秋から、はい、なるほど、はい、最後にじゃあ準備が後ほどいただきますので後ほどいただきます、はい、美味しそう、きた、うまそう、ん、あ、ありがとうございます、じゃあ、あの、これは巻きでいきますか、はい、なんか時間巻きらしいのでですね、ケーキじゃあハンディハンディでやります、抜くハンディでいいんじゃないあ、ぶつ取り、お、じゃあぶつ取りどうぞ、これが、じゃあこちらがティラミス、ティラミス、はい、はい、これ上に乗っかってるのチョコだよね、これはあのコーヒー味のチョコレート、コーヒーの豆の形をしてる、形をした、あ、これいいね、はい、ね、続いてこっちがショコラデビルスの、ショコラデビルス、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 はい、ショコラデビルスです、デビルは黒いチョコレートケーキっていう、あ、だからデビルなんだ、なるほど、続きまして、こっちはイチゴのショートケーキ、いいですね、定番ですね、なんかちっちゃくて可愛いね、全部、うん、すごくあの女の子一人より食べやすいように、はい、じゃあ一ついただいてみますか、ティラミス、ティラミス、
ティラミス。一口。美味しそうだね、ティラミスも。うまそう、ティラミス。いただきまーす。断面見せて、断面。そうになってるんですね。なんかふわふわだね。プルンプルンだ。で、ミキちゃん作ったんだよね。そうです。あー、はい、どうね、いただきます。あ、もうみんな。うん、美味しい。チーズの味だとするんでね、これ、うん、何チーズが入ってるんですか。マスカルポーネチーズ。美味しい。ティラミスでした。じゃあ、あ、すごいすごい巻き、すごい巻き。あ、すごい巻き。ということで、すごい巻き。じゃあ3人一緒に食べます。ケイちゃんイチゴ。ケイちゃんイチゴでいいですか。いいですよ。じゃあデビルを。はい、デビル。パティシエの前で。だと。まさに食べるという。じゃあハンディハンディに戻してください。戻してもらって。うん、おいしい。じゃあケイちゃんどうぞ。じゃあみんなでいただきます。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 あ、結構。あ、はい。がっすりしたチョコレートケーキになります。うん。うん、おいしい。うん。この3つとも全部ミキちゃんが作ったんですか。そうです。おお。ちなみに何種類ぐらい自分でお作り、うん、作れるんですか。おおよそですけど15種類。15種類。はい、うーん。やっぱ季節によって違うんですもんね。結構。うん、はい。あ、そうかそうか。可愛い。おいしいよ、ショコラデビル。ショコラデビル美味しいですか。ビターな感じのチョコだ。うーん、美味しそうですね。もうなんか巻きらしいので、はい、味知りたい人は買いに来てください。ミキちゃんがいらっしゃいますので、ぜひ中島屋さんへいらしていただいて、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。はじめさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。で、さっきからね、ガヤガヤしてるのが、すごいね、いつもはここら辺にいるべきような人がいるんですよ。ここにいる人が外ですごいガヤやってるんですね、はい、今。で、出ようとはしない、今日は。そう。うん、そう。いや、巻きですので次の、はい、はいはい、大変お待たせして申し訳ございません、はい、お待たせしました。お待たせしました。それではですね、はい、もう、ま、結構前からスタンバっていただいていますけれども、はい、今さらにもうみこしの季節といいますか、お祭りの季節になってまいりまして、今度の日曜日にですね、はい、みこしの祭典ということで、寒河江祭りのメインのイベントがございます。はい。で、今日はですね、みこし会の方から一応広報の方、渡御委員長、渡御副委員長の、はい、渡御委員長と副委員長、副委員長のお二方に来ていただいております。よろしくお願いします。始めますね。こちらでどうぞ。こい、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 こセンターです。じゃあ今日はお忙しいところ本当にありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。早速なんですけれども、一応自己紹介ということでお願いしてもよろしいでしょうか。はい、私は渡御委員長をさせていただいている石川と申します。よろしくお願いいたします。カニ、あ、カニ、カニ、カンがついてね。カンがついてる。カンがついてる。東京副委員長のカンノです。よろしくお願いします。今日もさっきまで練習されて、はいはい、したということで、風邪できました。
もう結構何時間ぐらい活4時間半ぐらいですね。おそんなに言い過ぎましたか。そんなに時間待った。ないない絶対ない。4時ぐらいかな。だうん、いや気持ちは気持ちは仕事は5時まで。仕事は5時までしないもんな、ね、どうしよう。同業者同業者そういうまあまあまあそういうね、そういうことね。そういうあれば。いやだけど、あの、ね、しょっぱなからも結構紹介してきました寒河江祭について。そうですね、ちょっといろいろトークをいきたいんですけどよろしいですか。はい、おいやってるトークあんまり得意じゃないんで、あの振っていただいてもよろしいんで。しゃべれ。お箱だな。実はもうここにもあの今年でみこしの祭典というのは何回目ぐらいになるんですかね。今回で29回目になります。おー、はい、続きますね。来年は30周年記念で、はい、あ委員長になります。今年のアピール、今年のアピールですね。今年のアピールで、はい、今年はまあいろいろと準備してきたんですけども、はい、あの震災あって、はいはいはい、結構市の方とかも動くのが遅くて、まあ、1ヶ月ぐらい全体的に遅れたんですけども、ようやく、ようやく、うん、はい、形まで持っていけるようになりました。はい、なんか今回は震災関係で、はい、仙台の方で、オンザロードさんという、ボランティア団体が、はいはい、津波で流されたあの家の木片とか、うん、まあ、いろんなものをかき集めて、うん、まあ、立派なおみこし作って持ってきてくれることになってます。それが16日にもう寒河江市に入ってくる予定になっております。だと明後日ですね、はい、あの焼き鳥バルーの時にはもう完全に展示してあります。この担ぎ手さんも向こうの、そうです、うん、仙台約80名ほど。80名も来るんですか、はい、普通の団体さんより多いね。うん、多いですね。ですよね。ちなみにあのみこしのこの祭典というと何団体ぐらい参加されるんですか。本みこしが18基で、子供おみこしが8基で、全部で26基、はい、今年は出てきます。はい、もうあの来て当日来ていただくと分かるんですけど、すごいね、あのいっぱいみこしあって、すごい圧巻しますよ。皆さんぜひいらっしゃってください。ちょっと言葉違うからってそこでコソコソしない。確かに、うん、すごい、あの全部こう出て何人ぐらいの担ぎ手さんなんでしょう。東京ドーム20個分。それはちょっとなんか嘘だね。嘘だね。嘘ですね。本当は4000人ぐらいですね。ほー、あ、東京突っ込まれた。それじゃなくて、寒河江工業のみこしってまだあるんですかっていうことなんですけど、はい、毎年レベルアップして出てきてます、はい、なんかモニターついてますよね。ついてる、モニターついてますね、はい、あれ何直してんの。もう今のそうね、わかんないですね、何だろう。真面目な、真面目な。まあ何流してるかも皆さんの目で見ていただいて。超楽しい。喋んな。喋んな。25倍はないね、やっぱね、どんなことね。ちょっと言い過ぎた。探し埋まっちゃう。まっちゃえ、まっちゃえ。で、なんか今年はあのルートがちょっと違うなんていうことをお聞きしたんですけども。まあ去年とほぼ同じなんですけども、はい、八幡様からまあ寒河江駅前の会館まで行くんですけども。私の会と、はい、あ、私が所属している若宝会と副委員長の完成会が小松院って黒浦から あっち何方向、うん、
市役所方面、うん、市役所方面の小松委員の方まで、はい、2期だけなんですけども、うん、都業市です都業、都業、数、数が、はい、都業で去年に、去年プラスそこそうです、うん、追加っていうこと、ね、追加ですよね、はい、現金、追加、うん、最終的には三越館営館の前で追加するんですよね。まあやっぱり一番の見どころは、まあ全部見どころなんですけども、やっぱ開館前の前期、10何段階だったっけ、うん、まあ、ああ、なるほど、はい、まあ18段階ぐらいで、ぐらいで、ぐらいでドンと数きますんで、うん、一斉にね、はい、行きますからね。そこが見どころですね、うん、それ見ないとやっぱり境みこし見たことにはなんないです。はい、あれ、あの子供みこしの一斉渡御もあります。渡御もありますよね、はい、ごめんなさい、大人みこしだけが楽しくて子供も楽しいんですよ。子供のフィナーレは19時、19時、7時ですね、はい、今ね、早く帰んないと、早く帰んないと、はい、お年齢だね。ダメです。あ、ですよね。喋れつ、ね。この子供の見越しが九何？八期で、7時に8期。八つ。八期って初めて聞いたんですね。八期。やべえ、面白い。やばいな。で、みこし団体と、あと、なんだっけ、空手とかも、ね、はい、空手みこしさんあります、はい、あれすごいかっこいいですよね、演武、はい、あちょってやるやつです、わたわたみたいな、うん、まあ、やっぱりあの、型がかっこいいんですよね。そうですよね。なんで嘘にしちゃうんだろう。で、あとなんだっけ、当日、百鬼会ですよね、はい、あの当日飛び込みはできないか。飛び込みます。飛び込みも OK。大丈夫ですよ。飛び込み大丈夫です。出たらいいんじゃない。俺委員長じゃないもん。飛び込み。まあ入れると入れますけども、うん、まあ子供さんなんですけども、親の人も一緒に来てくれないと、あ、ですよね、はい、保護者がいい、保護者、はい、保護者同伴で、はい、はい、あ、そこら辺はあの今日の青年部のブログに詳しく載っていますので、ぜひご覧ください。そうですね、はい。もう終わりですか。生田ですよ。今年初めての試みなんていうものはございます？どうぞ委員長。なんだっけ？お、お、何か、はい、去年とこう違うみたいな。ガレキミコさんが飛び入り参加っていうか、まあ、特別ゲストみたいな感じで、はい、呼んでるっていうか来てもらうんですけども、その他にフローラ交差点で、はい、女性のみの女みこしを。それは初めてですね。はい、やっぱり。女の人だけで担ぐっていうのは何回かあったんですけども、うん、そのフローラの中を使って一緒に2期一緒にやるっていうのは初めての試みで、へ、まあ、フローラの中、あ、ごめんなさい、ごさてん痛さがぐちゃぐちゃになる。ぐちゃぐちゃだよ。言うなよ。超地元なんでね、これ。すいません。はい、フローラ交差点の中でやるのは多分初めてだと思います。女性だけってかっこいいですよね、はい、結構ね。ちょっとやっぱやってみないとどうなるかは。芝居もなるね。そっちにお客さんが行っちゃうみたいなね。芝居が壊される。ダメだな、それは。ダメですね。屋上ぐらいなんで大丈夫です。屋上はね、はい、狭いですよね。子供さんはその当日参加は OK、まあ OK というかあるんですけども、はい、まあ大人の方というものはどうなの？まあ、ちょっと難しいですね。やっぱりあの反転とダボを着てないとか、まあいろんなありますけど、多分無理ですね。
ざっくり言うの。かなりざっくり言っちゃってもらいましたけども、おそらくちょっと怪我するのは悪いんで、ちょっと厳しい。やっぱ皆さん練習して、そうですね、はい、そうですね、そうやってちょっと厳しいかと。私はやんないのって。やれる。やれる。もうこの格好なんでね。あ、やれる。すぐにでもやりそうだ。そうそうそう、やれそうだ、はい。私は今回やんない。蹴ったな、蹴った蹴った蹴ったな。そこ、あ、青年部の皆さん、あれですね、強制的にみこしはぜひ強制を、やっぱりなしです。やりっぱなし、やりっぱなし、あ、やり なんでもうお店忙しくて。そうですよ ね、 ね、あれですよ、でも趣味ですからね、趣味、まあ、趣味、趣味、ね、楽しいですよ。俺みこしないと死にますもんね、だって病気だね、病気死にますよ。死ぬ、来年から亡くなる。あ、亡くなっ、とりあえず一回泣きますね。一回泣いて、うん、泣きます。もう毎週数えてるんですよ、どっかこっかで、ね、おー。先週はですね、先週は岩、鳴子の先の岩出山っていうところで数えてるんですよ。岩出山で、その前が鳴子 で、その前が鳴子で、うん、もう前、鳴子、鳴子の毎週だよ、毎週数えてるんですよ、ほんと毎週なんだな。毎週俺の仕事ぶん投げていくんだよ。あ、ごめん石川くん、ごめん、今日いけない。これはちょっとね、じゃあ衝撃的な出来事があるんですよ、実は。何が言っちゃいけないことがあるんですけど、今年の委員長ちょっとビッコなんですよ、ビッコ。ああ、そういえばさっきなんかビッコ、実はビッコでしたね。みこしの祭典の会議始まって何回目だっけ、何回目だっけ、電話来たんですよ、いきなり。で、何したんですかって聞いたら、あ、骨折したバカじゃねえよ。骨折したの。委員長まだ骨折はあまり治ってないですよね。まあ、こういう、ああ、最初、そう、最初ずっとギブスがついてる、勝手につけてる。それで今ちょっとそれで頑張ってる感じで、はい、で毎年あの寒川に浜降りしたり、あっちゃんって喋ります。喋ん、何、何しに来たの。喋んなって、喋んなって、何しに来たんですか俺。俺話しとんだわ、さっきからカンペで喋んのばっかり。ビッコ、ビッコハテナ、ビッコ、あ、そう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 、足引きずって歩く、あ、そうです、ね、様子です、うん、はい、で、浜織祭ってあの寒川町、神奈川とかあるんですけど、はいはい、で、みこし会で行くんですけど、いや、行く話してたんですけど、うん、もう骨折だから行ってダメって言われるんですよ、みこし会。その前に、そう、その前になってみこし会の方から行ってダメっていう。車椅子用意するから行くべんで。あと、あ、杉本さんもいた、あの21世紀委員会の、うん、そう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 、松田伝也委員長がいるんですけど、その人は風呂場で真っ端でこけて足を切った。足のこうザックバックリ。ちなみにこれ委員長はあのみこしを担いでて、俺ですか、仕事で、あ、仕事です、仕事です。まあ2階ぐらいの高さからポン。何をやってるんだと、うん、委員長。いや、仕事一生懸命だから。あ、そう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 、そういうことな、そうですよね。プライベートすぎるのバッチリ。必要事項だと思いますけど。必要事項だね、今年は勘弁してもらわないです。でもね、今年もね、もう次が始まりますよ。、はい、そうですね。面白いですよ、見越しよ。あ、もう一人ね、ちょっと気合い入ってる人いるんだけど、完全に過去バチないですよ。 ね、 ね、ちょっと青年部と、青年部とはほど遠いね。実はね、青年部がもう一人いて。そうなんですよ、ね、ちょ、一見見たらセグハラに。このみんな服着てる中でこう、唯一服着てないっていう露出多いね。でも伝統的なかっこいいですよね、今日。そう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 、俺仕事行く時あれなんですよ、ロックマチ公民館で見たんですけど、この格好かっこいいな。ちょっと早く出てよ、出てよっ、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 総置委員会の副委員長でございます。庄司大地さんでございます。あ、やめてっす。このね、はい、ここを見て何をやってんだと。それ多分座ってて、なんかよくわかりますよ多分。立たないと多分ないですか。はい。まあ一見なんか弁慶っていうか、弁慶。弁慶、まあそうですね。かっこいいっすよね。これ、やっこの。ヤクのユニフォームですね。はい、昔から受け継がれたユニフォームですね。今日もやってきたんですか。今日もそうですね、1日やってきました。ヤクフルよりもちろんです。とっちですね、やっぱり。なんかすげえ濃くなってる。ちょっと忙しくて絶対朝元ちょっとツルツルだった。朝は遊ったんだけどね、結構忙しくてね。さあ、ね、結構重いやつ持ち直らしますよね。そうですね、ヤクさんは結構重たいですね、1日ずっと
今日実は私横通ったんだよね。マジっすか。大地くんって思ったらこいつ気づかねえなと思って諦めた。やっこは、はい、今日と明日と今日ですね、あと18は一応そうですね、八幡様のおみこしの前を、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、え、弱くないですよね、大地くんね。どっちかというと弱いかな。どっちかというと M っぽい感じがする。あ、すいません、あれいただいてよろしいですかね。お、まず、はい、飲みませんよ、これは。いや、ちょっと薬効存会から野沢さんの方にお祝いで。おお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 、やっぱ、佐賀の祭りといったら日本酒ジャパンということで、お祝いで持っていけということだと。ありがとうございます。なんかノリ軽くね。ジャパン。今どこらにもらえてない。まさかの塩だよね。確かに。佐賀ですから。まあ、裏にしてもいいじゃないですか、裏に。ああ、こうしておきますか、一応。醤油にも見える。ちょっとね、カンペにね、今ちょっと外したね。これ多分見られたら多分無事でます、ね。来るんじゃないですか、今。身内でちょっとね、あったので。まあ、一応いいんじゃない、これ。今日は飲めません。飲めない。昨日ちょっと天気まずいやりすぎちゃって。やりすぎちゃったんですか。ちょっとスナックピカソで、はい、ちっちゃった。そういうね、ちょい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 、仏壇屋さん、仏壇屋さん。そっちの余計プライベートで。あ、ちなみにこのやっこさんは明日も見れます。明日も探しないでうろちょ最低だ。うろちょうだ。うろちょうだ。確かに。徘徊してる。ちょっとパッと見不審者だからね。まずさんのためには。あれですか、18日ももちろんうろちょうされる。うろちょうしてますね、みこしの前でちょこちょことか。暴言。おみこしの時はやっこさんが動かないとおみこしも動かないんで。そうなんですよ、先頭を切って先頭を切っていきますんでね。やっこさんがいて、やっこ振りがいて、その後にみこし、大みこし、みこしが、よしこ青年みこし会の八幡様のみこしが。それで弓会でロッチョ。みこしの前を清めるというか、追払いという意味があるんですね。そういう意味があるんで。はい。追払い。ロッチ。ちょっとガイドブックぐんやに曲がってるのちょっとあれじゃないですかね。そうですね。ちょっとお父さんが足りない。いや、お前自分のお父さんの立ち位置とか。ウロチョ。カオキジャシゴですね。カオキジャシゴ。全般的な仕事なの。僕はね。全般的な仕事。じゃ、みこしどうなんですかね。みこしはうろちょろって。チョコマカ、チョコマカ、チョコマカ。チョコマカ。ガチャガチャ。チョコマカ。ガチャガチャ。ドクルクエ。ドク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 ってなるね。じゃあまあそろそろというか、最後にですね、今年の佐賀祭り、みこしの祭典の見どころをお聞かせ願いますでしょうか。全部全部ざっくり言ったね、ざっくり。いや、ざっくりというか、まあ、これが本当なんですね。はい、全部です、はい。まあ、やっぱりさ最初も言った通り、はい、フローラでの女みこし、あと、瓦礫みこし、はい、で、最終的には開館前の前期一斉渡御、子供さんもありますので、はい、ぜひそこが一番の見どころかと思います、はいはい。うろちょろしないように気をつけます。気をつけます。あ、僕ら多分あれです。みこしの時うろちょろしてますんで、本当に。ぜひ。あったら。一番最後はその前期投票っていうのは何時ぐらい？はい、9時です。9時ぐらい。はい。9時。9時に。クライマックスを迎えるとです、はい、石川院長が男泣きする大事かな。かな。最後まで喋んなって言ってじゃあ呼ぶなっちゃうねそもそも。いや、今日はお忙しい中ということで、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。
これ最後まで。あ、パン、あ、すみません。どこで配布しますかというちょっとパンフレット。ガイドブックあります？ガイドブックは。シディランドは道の駅。うん、でっかいドライブインとか。ドライブ。そうですね。フローラとかはあるんですか？この間フローラ前のローソンにはあります。ローソンとかにコンビニ。コンビニにあります、うん、でも結構なくなってますよね。そうですちょっと人気なんで、はい、ちょっとなくなってます、はい、探してください。あとはあの、うん、ホームページの方をぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあチェット候補の方でした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、あと5分。あと5分。結局ギリギリですね。じゃあ来週の予告の方。はい。はい。あと今日のように、今日私、この野沢のことをブログで書かせていただいたんですけども、予告とかもありますので、もしよかったらブログ見ていただきたいと思います。これ画面にすいません。商工会でやってるブログ、佐賀市商工会青年部のブログですね。君と私と佐賀へとブログというブログを、毎日誰か必ず更新しております。はい。毎日1日1回ね。毎日1日1回必ず更新しておりますので、はい、ぜひとも皆さん見ていただいてですね、佐賀へのことを興味持っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。来週は何委員会さんですか。来週はですね、加藤委員長率いる草木委員会、親睦深める委員会というところで、企画していただいております。はい、ですね、確かあそこには豆腐屋さんが2つ。そうですね、あ、豆腐屋さんが2つと納豆屋さんが一つあるんですが、豆、あの豆三兄弟、豆三兄弟が、多分豆三兄弟が出るかなと、出るかなと、多分ライバルのはずなのに超仲いい、超仲良くなってるというあの三人の絡みが見れる。で豆トークですね。豆トークが始まると超パクリだということで、来週も皆様よろしくお願いしたいと。はい、はいはい、で、あとなんだ3分残ったよ、ほら3分どうする。豆トークってね、あの納豆屋2人とですね、あ、納豆屋2人じゃないや、豆腐屋さん2人と、それ、ダダ漏れでいいんじゃないですかね。ダダ漏れでいいんじゃないですかね。無茶振りすっといて、ね、いつ書いたのそれ。これ今ちょうこれ、今書いたのこれ。これうろちょろするやつ、うろちょろしようっていう中途半端なやつ。いや、それ何、みこし、ナルパラさんのリクエストの答えでちょろっと書いたんだけど時間ない。ナルパラさんのリクエストで野口くんがうろちょろしてる。うろちょろしたけど、うろちょろしたらみこしを書いたの、書く途中でやめちゃったのということで、ね、本当に下手すぎる。そう文句言われてるもんだ。それ閉めちゃう？閉めましょうよ。あ、30秒ぐらいなんで。あれ、あの、はい、なんだっけ、エンディングって何分でしたっけ？え、もうちょっと伸ばせ。そんなにあると思ってんの？切れた。ないぞ。そんな切れないもん。もうアッパだよ。ある程度。で、ちゃんと紹介しましたので、ね、出たがり出たがり、みこしから紹介してもらいました。出たい。あ、いいですね。それはあのダダ漏れ、めんどくさいのでめんどくさいのでやめます。押しますよね、ジョニーさんね。いや、去年ね、やらされたモノマネがあるんですけど、あれをすごいあれでうろちょろするんでしょ、タグはね。私最初イカがと思ったんで、俺も途中感じがイカしも。それで腰関係者じゃん。じゃああれですか。今日のおさらいということで。そうですね。はい。まずは、はい、事業所さん。1つ目。まずうち。はい。A ちゃん。
もう終わっていいですか。じゃあまずうっ、あ、まあ、終わりぬるい終わりグダグダ。じゃあ来週も、はい、あの、来週は加藤院長の東北委員会という部位、どうなるか、どうなるか豆トーク、ぜひお楽しみにしていただいて、いただきたいと思います。それでは野沢の2回目ということで、はい、くだくだすいませんでした。終了させていただきたいと思います。お世話になりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。立ち上がれ、ここにいる若者たちよ、今こそ僕らの手で未来に向かって歩いてく、今こそ一つになろう。幼い頃からあなたの背中を見て育った僕、なぜか同じ道たどってる。酒を交わした時話してた夢は仲間と作ってゆく。明日も明後日も迷い歩いても光は照らしているから、立ち上がれ、ここにいる若者たちよ、今こそ僕らの手で未来に向かって歩いてく、今こそ風は吹くから。立ち上がれ、ここにいる